おはよう。はい、ということで本日の動画なんですけれども、昨日の 100m に続き本日は 200m 走っていきたいと思います。到着しているんですけれども、本日ヨシキは水戸黄門マラソンで彼は一人で向こうで戦っている中、僕は今日一人で 200m 走りに来ました。これが本当正真正銘のラストレースですね。10月30日、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィンでございます。ということで一人ですとかなり寂しくはなりますけれども、それを乗り越えてもう頑張っていきたいなと思います。条件は風はほぼ無風にはなってるけれども、言うか合わないかちょっとわからない状況でございます。ライオンくんもおはよう。おはよう。ということで、これから早速、アップしていきたいと思います。一応補足なんですけれども、一緒の組にね、同じアクセルの奥野くんが走ります。彼は全日本実業団ね、私と争って一走勝ち取った一人でありますけれども、専門は 110m ハードですが、彼との直接対決はこれが初めてなので、しっかり勝っていきたいと思います。それでやっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。お疲れ様です。今レースが終了しました。これで今シーズン全てのレースが終了しました。まず結果から言うと22秒03かな、まだ正式結果は見てないんですけれど、というところで、まあ一応10日ぶりに自己ベストです。10年ぶりに前回 200m 自己ベスト出しましたみたいな動画が上がったんですが、まああれから10日後 0.4 秒弱タイムを上げることができたんですけれども、やっぱり昨日10秒76で走れている状況です。その中でさすがにこれは21秒まあ悪くても9前半は出さないといけないなって今日望んだつもりだったんですけれども、ここは残念ながら21秒台はお預けという形になりました。 100m、200m っていうところで自己ベスト更新したのにもかかわらずこんなに悔しく感じたのは初めてです。人生初めて。いやー悔しい。出るだろうって思ってたのと、プラス、まあ、条件も良かったし、まあでも反省点としては2点ほどありまして、昨日 100m 走っての今日だったので、やっぱ若干ちょっと疲労感が溜まってたところであったんですけれども、いつものアップより、まあ、体の状態見てっていうのもあったんですけど、 30-40% ぐらいアップを削りました。いつもショートダッシュ3本のところを1本にしたりとかっていう感じで、スピードを出せるような体を作るっていうよりかは、体を疲れさせないようにいかに本番に持っていくかっていうのを重点的に置いてアップをしたんですが、やはり全体的にヌメッとした感じはあったかなと思います。まあその影響もあるのかわからないんですが、最初の前半の100がもうちょっと出してもよかったかな、もうちょっといってもよかったかなっていうのはあります。やっぱり僕は前半かっ飛ばしてタイム出すっていうよりかは 200m トータルでタイムが出せればいいと思っているので、逆に言えばこう前半、まあ同じぐらいの選手が周りにいたんですけれども、前半行かれても全然自分の中で焦りとか全くなくて、むしろ前半行かせて後半しっかり自分のスタイルを保ちつつ加速を維持させるっていうのを意識させてたんですが、にしてもやっぱ前半ちょっとこう出し切れないというか、使わないで出すっていうのができなかったな。やっぱ使いたくはないので前半で、そういうところでちょっとこう噛み合わせがうまくいかなかったなっていうのは正直あります。なのでなんかこういろいろ言いましたけれども、全体的にこんなかメメッとしたなっていう感じはあります。まあ逆に良かった点は、まあもちろん自己ベストっていうところでもあるんですけど、プラス 200m トータルとして考えた時に、後半もちろんちょっと力んで肩上がってなんかガーってなっちゃったりはしたんですけど、周りと相対的に見て加速維持っていうのは周りの選手よりできてたかなっていうのは思います。走り終わって今 2,30 分ぐらいしか経ってないんですけど、今取り急ぎちょっと感想を言わせていただいてるんですが、まあこんな感じでございます。ということで最初も言いましたけれども、これでにて終了でございます。今11時半ぐらいなんですけれども、相方のヨシキも水戸黄門マラソン今終わってるかなと思います。僕の 200m が先に上がってるか、フルマラソンが先に上がってるかちょっと読めないんですけれども、フルマラソンの方もしっかり動画上がりますので、ぜひそちらもチェックしてほしいなと思います。冬季頑張れる結果で終われたかなと思います。去年はね10秒7出て、やっぱちょっと天狗になって、まあ10秒75時でお前何天狗になったんだよと思うかもしれないんですが、やっぱ自分の
中では結構いいタイムだったので、天狗になって冬季しっかり入り込めなかったっていう部分はあるんですけれども、今年は10秒7出てようやくスタートラインだなっていう思いでもありますし、まあ、今回の 200m も冬季を迎えるにあたってはいい意味で22秒0だったかなっていう感じであるので、来シーズンもう一発目に 200m 21秒台っていうのを目指しながらこの冬季取り組んでいきたいと思います。ということで本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。